の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと砂子田まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組はトカチの基幹産業でもあります農業酪農に携わる女性たちのキラキラしている活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今週もぜひお付き合いください。今日のゲストは新得町で酪農家をしています西尾文夫さんです。西尾さんはですね、東京出身 で OL さんをやってた時期もあったんですけど、北海道に憧れですね、北海道が好きで新得町のレディースファームスクールっていうのがあって、そこに入ったのをきっかけに酪農の世界に入って、今牧場をね、女性一人で経営してるっていうすごい方がいるんですよ。でその方のこれまでのこととか彼女の魅力がね、たくさん伝わったらいいなと思いますので、楽しみに聞いてください。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、酪農畜産向け ICT ソリューションを提供するファームノート、以上の提供でお送りします。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。酪農家の皆さん、忙しい時期になりましたね。お疲れ様です。そんなお仕事を効率化できるのがファームノートカラーです。牛の発情や疾病の兆候を高感度で検知、つなぎ牛舎でも OK、 スマホ管理で場所も選びません。お試しキャンペーン実施中、ファームノートで検索。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。で、ちなみにその20棟で始まった牧場じゃないですか、はい、やっぱり最初は土地を買っただとか、その牧場始める上でやっぱ経費もかかってるし、どんどん牛を増やしていかなきゃいけないですよね。あ、はいはい。だからもう最初の、まあ今ちなみに今年で18年目なんでしたっけ。今年で18年目です。もはや、ね、早い。うん、で今ね、現在搾乳してる牛さんが何頭ぐらいいるんでしたっけ。数えたら計算牛が33頭かな今。はい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 。で育成が8頭で合計今41でしたね。全部で41頭の牛さんが今いるんですよね。はい、でそのこのね、今までのこう17年間の中でやっぱ20頭で始めて、もう最初はもうね、必死だしこうね、借金返さなきゃと思って牛も増やしてってやって、うん、20頭からもっともっと増えたんですもんね、一時期。そう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 、そうなの。それも あんまりうち市場で牛を飼わなくて、はいはい、それこそ大型法人で落ちこぼれの牛って出るんですよね、うん、フリーストールでうまく寝られないとか、あ、はいはいはい、うん、なんかパーラーでうまくこうライトアングルで曲がれないとか、うんうんうん、そういう牛を肉に出しちゃってるって聞いて、はいはい、そういう牛うちでもらうっていうか、肉寝でもらうよってやって贈答したの、うん、そうだったんですか。じゃあちょっとこう、うん、普通に買うよりは、あ、そうだったんですか、うん、まあ、肉値でってことはそんなに高い値段ではな、安い、まあね、安く牛を譲ってもらって、うんうん、そうで絞ってた。でじゃあ実際そのこう大きな牧場から帰ってきた牛さんが妊娠させたりもしてたんですか。もう本当ダメな子もいたけど、でも全然誤産してうちに来て、うん、でその後休産までうちでして、メス3頭産んでった牛とかいた、うん、へえ。もうね、結構ね、今はもう大きな牧場さんは搾乳してる牛の平均の産児数というかね、お産した数が2、3とかね、3、3とかでもさよならしちゃう牛も結構いっぱい いるんですよね、うん、でやっぱ施設が牛に合わなかったりだとかね、あとどうしてもこう足が悪くなっちゃって歩けなくなるっていうかね、
歩きが悪くなってしまったりとか寝起きが悪くなってしまったりする牛がいて、うん、で普通のっていうかね、大きな牧場さんは、まあ、それをそのままお肉になるようにさよならする牧場さんが結構いる中で、うん、そういう牛さんを安く譲ってもらって、うん、でもう二松牧場でも働いてもらってたっていうことですもんね。そうそう、だって本当にまだ働けるのにって感じだし、でうちに来るとなんか恩返しかなんかよく働くのそういうしって、もうそれはもうあれですよ、愛情を受けてるからですよ。そうなのかな。いやいや、なんかやっぱり一度辛い思いをすると牛も頑張るようになる。あ、こうね、なんていうんですか、生きる力を。ぬくぬくうん、まあ別にその悪いわけじゃないですけどね、大きな施設の中でいる牛に、うん、牛よりこう土の上っていうかね、うん、畑の上で歩いている方が合う牛もいるのかもしれないですよね、牛によっては、ね、うん、だからまあね、そういう小動作ののんびり牧場もそういう受け皿としてあってもいいのかなっていうか、いやだから結構新規収納する人とかにはね勧めるんだよね、うん、牛増やしたかったら市場で買うのもいいけど、そういうのもあれだよって。そうなんですね。なんかまあ、これ余談なんですけど、あの 疲労だとね、疲労で新規収納する人ってそういう牛買っちゃダメなんですよ。あ、そうそう、そういう風に今縛りがきつくなってる、すごく。そうなんですよね、うん、これから初めて産むっていうかね、初任の牛を買わなきゃいけないとか、うん、なんかそういうのが結構あって疲労は ねあんまできないんですよ。なのでこう初めてやっと牧場自分でスタートできるというけど、その新しい牛たちが産まないと、うん、出産しないとね牛乳絞れないから、そうだよね、牧場スタートしてもな、そうなかなかこう、うん、生活費が稼げないとか、そういう風に言ってる人とかもいるので、うん、ねー、うん、でもそれがねこうできたから、ある意味支えてくれた部分ではありますよね。そういう若い牛が分娩する前に最初から絞れてる牛がいたっていうのはね。そうで、やっぱりお産もね、本当に最初から何十頭も取り上げるって絶対無理だったと思うんで、だから本当に初年度は10頭しか分娩しなかったんですよね。はいはいはい、はい、うん、だからまあなんとか事故も出さずにやっていけたかなと思って。はあ、いやでもね、だって冬なんかも結構大変ですよね。冬ね、いや本当に牛舎のお金をケチっただけあってすっごく寒いんですよ冬は。そうですよね、だって水水道とか凍りますよね。あ、水道とかでもヒーターつけたりとかなんとかなるんだけど、もうとにかく搾乳が寒くて寒くて、うん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 、もう動いていないと耐えられないみたいな。そうですよね、新徳も結構寒くなりますもんね、うん、すごく寒いんです。あと風当たりが強いのね、なんか山の下だから。ああ、なるほど、うんうん、じゃあもう、なんて言うだろう、血も焼けになったりとかですよね。そうそう、だけどだんだん容量が良くなってきて、はい、もう冬はちょっとこう貫乳を増やして牛を減らすとかいろんな工夫をして搾乳、はいはい、時間を短くするようにしたら案外大丈夫になってきて。ああ、もうそこはあれですよね、今までの研修の成果がみたいな感じですよね。そう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 、なんかね、うん、変にずる賢くなって、ね、いや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 、もうそこは頭を使ってっていうのはすごい大事なところですよね。ねえ、お金ないから知恵を使わないといけません。はい、じゃあちなみになんですけど、今 の、はい、西尾さんの1日のスケジュールって大体どんな感じなんですかね。ね、朝大体5時半起床 で、はいはい、でそれで毎洗浄を回してる間に哺乳と餌をし終わらせちゃって、はいはい、でそれから搾乳が大体7時ぐらいから、はい、で今搬乳が多いから26頭しかいないので8時過ぎぐらいに搾乳が終わって、はい、でそれから自分の朝ごはん食べて、うん、で午前中いっぱいで除粉と休止ね、うん、はいはい、うん、でそれから午後は休憩時間とか会議に出たりとかに回して、うんうん、で夕方はだいたい4時ぐらいに出てまた同じかな、哺乳やって搾乳して、うんうん、ってな感じで。あれですよね、牛がいる牛舎はフリーバーンでしたっけ。そうです、フリーバーンと放牧です。あ、フリーバーンと放牧って普通の酪農家じゃない人は何言ってるのっていう感じかもしれない。そう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 だ、この辺気をつけなきゃいけなかったのについつい忘れて危ない、大丈夫だから。そう、そのね、こう牛舎の建物の中をこう自由に好きなところで寝てとか、こう寝る場所っていうかフラットになってるんですよね。そうです、そうです、仕切りがないので、はいはい、反対に牛はあっち向いたりこっち向いたり好きな方向に寝られるんだけど、はい、ちょっとどこでもうんちをしちゃうのでお掃除が大変な牛舎です。そうなんです、お掃除がね大変なんですよね。でやっぱりこう搾乳してる、こう乳搾りしてる牛って、まあ、餌もいっぱい食べるんですけど、うん、それだけこうね、うん、うんこの数も多くて。そうそう、本当にびっくりしました、最初結構ね、だってもう西尾さん細いけどそれ全部出さなきゃいけないって結構大変ですよね、力使うしね。これがきっと私の最大ダイエットみたいな
でも酪農って言われて他あんまり力使うところなくて、はいはい、餌やりなんかもフォークリフトだし、はい、パーラーもアブレストでミルクは運ばないので。あーなるほど、こう力仕事といったらこう牛の除糞ってことですね。そうそうそう、そのフリーバーンの牛床の糞出しっていうのが一番大変な仕事ぐらいなんですよね、はい、あーなるほど、うん、でそのフリーバーンっていう牛舎と今の時期はその畑も開放してて牛が自由にこう畑の方に行って草食べたりもできるような状態になってるんですよね。そうだからもうなるべく牛舎で糞をしてほしくないからもうどんどん外に出ていってほしいみたいなそうじゃん、もうこの時期の特権ですよね、ある意味ね。特権特権、これこそなんかなんかね、だから放牧をしてる人はなんかやっぱり放牧をすると牛乳がいいんだとかいろいろあるんだけど、はいはい、うちは一番どっちかというと掃除をしたくないから牛舎から出てくださいみたいなでもね、あの草の上とかあっちの畑で寝てくれた方が牛きれいになりますよね、なんか。うん、で今年は雨が少ないから本当に牛きれいねねえ、いやしかもなんかこう見ててもなんかほっこりするじゃないですか、こう草が生えてる畑の上に牛さんがねゆっくり寝そべってるところとかね。でも雨の日はやっぱりこう中に入ってきちゃうんですもんね。そうそう、本当に天気次第でちょっと雷が鳴るとすぐバーって帰ってくるし、うんうん、あと虫が増えてきても全然外行かなくなっちゃったりする。あやっぱそれはね、まあ、牛の習性みたいなものですからね、あれですけどね。うん、だけどそれを人間がこう今日は外に出なさいってやってしまうと、うんうん、仕事が増えてしまうんだよね。あはい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 、だからなるべく本当に牛に任せてでもそこは本当にあのお一人で仕事をする上でのある意味工夫してる部分かなっていうふうにも思います。あそうかな、うん、なんかなんていうんだろう、牛が、ま、学ぶっていうか 牛に合わせるっていうか、うん、牛が餌食べたい時に食べてもらってこう運動したいっていうかね、ちょっと土の上歩か、あの畑の上歩きたかったら自分で出ていくとか、なんかこう牛自身が調整してるみたいな感じもしますよね。そうね、牛と協力してやってる感じなのかね。あいい言葉ですね、協力してるって言葉はいいけど、そうだね、だって考えてみたら餌よりもうちは時間が決まってなくて、はいはい、あの TMR センターでいい餌を買ってるんだから残暑は出ないという予想で、なくなったところで新しい餌を。あそうなんですか。ですよね、だからそう、だから思想に餌がごっそり残ってるということはなくって、うん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 、牛もなくならないと次の餌が来ないと思ってるから全部きれいに食べてくれる。学ぶんですね牛も、ね、学ぶんだか厳しいんだかよくわかんないけど。いやでもなんか学んでるんですよ、こう新しい餌食べたいから早くきれいにしないとっていうね、うん、そうそうそう、ここ片付けないと次のこの人出さないからみたいな、うんうんうん、そのなんかこうお互いにこう、うん、なんかこう言葉がね交わしてるわけじゃないけど、こう意思がこう行き渡ってるというかね、なんかそんな感じがしますね。ねえ、だから本当に今の牛群が大好きで、もう、ね、これ牛がそっくり入れ替えになったら全然多分今みたいに仕事できないよなって日々牛に感謝してます。あいやでもそれすごく嬉しい、なんか酪農家やってての楽しみの一つだなっていうふうに思います。多分新入りがいても、ね、多分その先輩たちがそういう、うん、ね、こうこの牧場での過ごし方を自然と教えてるというか、うん、なんかね、新入りが入ってもそれを学んでなんとなくそれを次につないでいくみたいな、うん、だからなんか牛たちがこう西尾牧場らしくなんか家族じゃないけどね、なんかそういうような一員になってるような感じですね。ねえ、なんか年月経ってくると、あこういう風に楽になってくるんだなって思う部分があって、うんうんうん、なんかね、うん、もうあそれはなんか嬉しいですよね、自分の飼い方に牛が合ってきてくれてるっていうか。ね、なんか牧場も私も成長してるみたいな感じになってるのかいやでもそれはなんかいいですね、うん、すごく、うん、それがなんかやりがいになるなっていうふうにも思います。ありがとうございます、はい、トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。じゃあそう、ここでリクエスト曲を聞きたいんですけど、はい、なんかすごくベタなんですけど、はい、ロケ地が近いという理由で去年非常に人が迷い込んできた夏空のテーマ曲、うん、優しいあの子をスピッツのいいですね、かけてください。ありがとうございます。本当にロケ地が近くって、近いんですか西尾さん家から。そうあの同じ通りに面してるの。あそうなんですか、はいはい、そうで交差点の左に行ったらうちで、右に行ったらロケ地なのよね、はいはいはい、だからもう去年ものすごい人が迷ってきて、うん、どこですかって言いに来るんですか。どこですか、ここロケ地ですかっていうの
だって確かにポニーとかヤギとかいるし、古い牛舎あるし。ああ、なんとなく風景見たことあるかなって思うわけですね。うん、まあ多分その脱空っぽいんだと思うよ、きっとうち。はい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 。そうそうそう。へえ、ちなみになんかそのドラマの人たちとかもあったりしたんですか？撮影の日は超内緒で、そこの人にしか知らせないみたいな。あ、そうだったんですか。もうだから全然広瀬すずの日の字も見られなかったみたいな。そうだったんですね。草刈正雄とかね。ね、本当に見る機会なかったってことなんですね。ないない。へえ、そうだったんだ。なんかテレビとかで何、うん、でしたっけ、共同学者のカフェでしたっけ、うんうん、あそこに草刈正雄がよく来ててとかっていうのを聞いたけど、うんうん、別にお会いすることはなかったんですね。なんかね、もうすごい街の人からは完全限界体制みたいな。そうだったんですか。なんか本当に撮影終わってからこう新聞とか公になるみたいな感じですよね、うん、ねえ。だけど農協行ったら誰もいなくって、なんで今日こんなに人いないのって言ったら、実は夏空の撮影に借り出されてたみたいな。そうだったんですね。農協の人も結構そうやってこう、うん、お世話してたってことだったんですね。そうそう、だって牛とかも本当普段全然再送地で撮影したから、はいはい、牛なんかもいちいち連れてってたんだよね。あ、そうか、草畑に牛わざわざ連れてって。そうそう、あれなんか繋いでましたよね、なんていうの。そうそう、なんかやってて、辞表もね、なんか見えたらまずいから、なんかこうフェルトを巻いたりとかして、黒い。確かにそれなんか隠してる感あったなって感じです。そうなんかすごいいろんなあれしてて、牛もなんかちょうどその俳優がいるところに都合よく行ったりしないから、はい、それをなんか後ろでぼってたとかね。あ、見えないところでそういうサポートを結構してたんですね、その農協の方々が。よ、ね、まあ、だって新特徴がメインですもんね、多分やってたところ。そうね、なんか結構新徳はたくさん使われてたみたい。そうですね、牧場の。あ、牛舎も使ってたよね。うんうんうん。あ、そうだったんですね。そう、いやでもなんかこうそういうちょっと秘話が聞けると面白いですね。だけどうちは全く関係ないので、ロケ地でありませんからって何回言ってみたいな。いやでもそれのなんか結構そういう、まあ、被害までじゃないけどね、そういうことは結構あったってことなんですね、うん、外で作業してたら、ね、こうね、観光客が結構来てたってことですね。ね、で結構なんかそのあまり見られたくない作業の時に人が来るみたいな。確かになんかちょっと自分がね汚れてる時にあんまりこうグイグイ来られると困っちゃいますもんね、うん、そうそうそう、あ、こんな場面はあまり見てほしくないのになぜみたいな、ここに車が入ってくるみたいなも、うん、ところに限って人が来るみたいな感じで。あ、なるほど、まあ、もうそれも1年経った今となってはただの思い出。でもね、なかなかそういう機会もなんかちょっとあれですね、面白いですね、夏ドラのこうある意味ね、そういう影響だったみたいな感じですもんね。ね、うん、そうそう、だからきっとうちの牧場は夏ドラのイメージなんだねと思ってスピッツでお願いします。いやでもなんかそれ聞いたらなんかますますちょっと見たいなというふうに思います。本当にね、いや、こんなんてよくやってるねって言われるよ本当に。いやいや、でもね、それでもやっぱその牛はね、うん、そこでこう長生きしてる牛とかもいるのでね、ちょっと、まあでもいろんな牧場があっていいと思うんだよね。だからきっと牛のなんかこのなんかいい加減な感じもうちの個性なんだよね。そうです、それぞれにこうらしさがあっていいかなっていうふうに思います。トカチウーマンフロンティア、エンディングです。今日の放送もインターネットで聞くことができます。FM ジャガのホームページ、トカチウーマンフロンティアの番組ブログからお聞きください。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。この番組では感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールでjaga@jaga.fm、jaga@jaga.fm になってます。今後ね、こんな話してほしいよとか、この人ちょっとおすすめだよみたいな人もいたら、ぜひ教えてほしいなと思います。どうぞよろしくお願いします。この後は、この番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア。ここまでは、マドリンこと砂子田まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。JA さつないの紹介です。JA さつないがある幕別町さつない地区は、十勝管内中央部に位置する幕別町の西側、さつない川を隔てた帯広市に隣接しています。幕別町はパークゴルフ発祥の地として全国的にも有名な町です。 JA さつないでは、小麦、ビート、バレーショ、豆類の畑作4品のほか、野菜や生乳生産、和牛の飼育も盛んに行っています。
近年は特に野菜の栽培に力を入れ、長芋、バレーショは全国に出荷し好評を得ています。 JA さつ内の農産物をいくつか紹介します。じゃがいも、男爵、ホクホク感が強く、小吹芋やマッシュポテトなどに適しているじゃがいもです。 JA さつ内では主に関西方面に出荷しています。小豆、十勝を代表する作物の一つで、昔は赤いダイヤとも呼ばれていました。十勝産小豆は特に風味が豊かで、和菓子業界では十勝産の小豆を指定する店もあります。長芋、 JA さつ内の長芋は肌が白く、粘りと甘さが特徴です。十勝中央青果団地ブランドのブランド名で、全国に出荷されています。春長ネギ、越冬するため非常に柔らかく香りが強いのが特徴です。帯広市内のスーパーなどでも販売されています。 HBC テレビアグリ王国北海道でも紹介されました。近年は食の安全性が特に重要視されていますが、 JA さつ内では生産者が肥料や農薬などの使用量を補助ごとに記録する生産履歴に一丸となって取り組むなど、安全で安心な農畜産物を消費者の皆様にお届けするために努力しております。これからも JA さつ内の農畜産物をどうぞよろしくお願いいたします。 JA さつ内の紹介でした。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と
乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。酪農家の皆さん、忙しい時期になりましたね。お疲れ様です。そんなお仕事を効率化できるのがファームノートカラーです。牛の発情や疾病の兆候を高感度で検知、つなぎ牛舎でも OK、 スマホ管理で場所も選びません。お試しキャンペーン実施中、ファームノートで検索。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 披露北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、酪農畜産向け ICT ソリューションを提供するファームノート、以上の提供でお送りしました。